どうもトニちゃんです。さて本日はですね、久しぶりにユニバに行ってきたので、そちらの Vlog を皆さんにお見せしたいなと思います。そして今回はね、久しぶりにアフレコ付きでやっていきたいなと思います。それでは最後まで見ていっておくんなまし。はい、ということで早速私の足元から登場いたします。皆さんこんにちは。多分ね、あの5月にユニバのね Vlog を出してると思うんですけど、それぶりでございます。でね、今回はね、あのもう9月末ということで、そうハロウィンの季節でございます。でね、何より今ユニバの期間、そうです、私の大好きな呪術廻戦とコラボしております。本当にこれをねメインに今回はやってまいりました。そして私の推し全員マキさんのマスコットストラップを探してたんですけど、マキさんは、入荷未定ということで。マキさんおらんねんけど。はい、マキさんいませんでしたけどね、他のグッズがめちゃくちゃ可愛くて、どれもすごくときめいておりました。いつも手伝ってくれているお友達の牛乳でございます。はい、こんにちは、ということでね、あのさ、この日な、私がピンクのシャツで牛乳があの黄緑のシャツを着てると思うんですけど、写真とかこうやって動画撮った時になんかすごい既視感あるわ、なんやろなって思ってたら、あの芸人のすごく風水屋さんみたいなコーデをしておりました。あ、そして皆さん、そんなことは置いといてですよ、こちらわかりますか、こちらの私が持っているこのスマホケースとスマホショルダーですよ。ちょっとこれ本当に可愛いので紹介させてほしい。こちらが最近お気に入りのケースティファイの iPhone ケースとゴールドのショルダーチェーンです。私が使っているのはレザータイプで、ケースティファイのレザーケースはなんと自分でカスタマイズして作れちゃいます。柄張りも豊富で文字フォントもたくさんあるので、自分だけのオリジナルケースっていうのがめちゃくちゃおしゃれでいいですよね。ちなみに私は下の名前のミワから取って小文字の M を入れてみました。ピンクに白のイニシャル文字、可愛くないですか。本革のような上質なビーガンレザー素材で、 90% が環境に優しいリサイクル素材でできているみたいです。高級感があるのがまた大人っぽくてお気に入りでございます。そしてこのゴールドのスマホショルダーもめちゃくちゃおすすめ。今の大人カジュアルなコーデにも合わせやすいし、ゴールドやから少しね高級感もあって、おめかしコーデなどにもいいのではないでしょうか。やっぱりあのこういうテーマパークとか行くときは小さいバッグのことが多いので、スマホショルダーはね本当におすすめです。素材やカラーバリエーションが豊富で、ファッションやスマホケースに合わせて選べます。ちなみにですが、今回 iPhone14 用のケースも販売されているみたいです。こちらもね豊富なプリントデザイン、そしてカスタマイズでファッションや気分にぴったり合う自分だけのケースができちゃいます。そしてリサイクル、植物由来の素材を 65% 使用していて、使わなくなったスマホケースを粉砕して再利用しているので、側面のカラフルな斑点模様が特徴的でおしゃれですよね。ご紹介したアイテムですが、今回概要欄のリンクから購入すると全商品が 15% オフになるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。ということで、夕方になってきて、あのハロウィンナイトとかもあって少し人も増えてきたので、ちょっと今回はあのここからはね映像と BGM だけでお送りしたいなと思っております。いや、ハロウィンナイトほんと久しぶりやからめちゃくちゃワクワクしました。あ、でね、あの私ね、あの好きな食べ物ベスト3にあの入るぐらいピザがすごく好きなんですけど、皆さんピザの時って飲み物何にしますか？これね、あの牛乳とめちゃくちゃあの盛り上がった会話だったんですけど、私はね基本的に、まあ、あのマクドとかもそうなんですけど、こういうジャンクフードの時は絶対炭酸を頼むんですよ。まあ、大体はスプライとか、まあ、メロンソーダ、この2択でいつも迷うんですけど、まあ、今回はねちょっとメロンソーダ選んでますね。はい、あー美味しそう。編集している今もピザが食べたいです。あー、なんか笑ってますね、楽しそうで何よりでございます。いや、夕方からのユニバどうですか？めちゃくちゃ良くないですか？あんまりね絶叫の乗り物乗れないので、基本的にはあの3時からのあの夕方からのバスでいつもユニバ行くんですけど、いやすごくいいですね。やっぱ秋になってきたので、ちょっとねあの夕焼けとかもめちゃくちゃ綺麗になってまいりましたよ。はい、ヨッシーをつけて浮かれておりますが、今からはねあのマリオのところに行きたいなと思います。あの5月にさユニバ行った時に、
あそこ行けなかったよ、あのマリオカートのところ。ヨッシーのやつはね乗れたんですけど、マリオカートをねあの時間なくて乗れなかったので、今回再リベンジということで行ってまいりました。このみんなマリオカートほんま乗ってめちゃくちゃ楽しいから、ただね結構すごいゴーグルつけて乗る乗り物なので、なんかそういう映像とかが苦手な方はちょっと酔うかもしれないんですけど、本当私あのスイッチのマリオカートも大好きなのでめちゃくちゃ楽しかったです。あ、ちなみにねあの少し時間があったのでちょっとヨッシーにも乗ってまいりました。はい、あのこのね任天堂ワールドを一望できて楽しかったでございますよ。そうで終わったらねもう完全にゾンビちゃんたちが出ておりました。いやねすごいですね、やっぱ毎年ね、なんか今回あのすごいこのなんかクマちゃんのショー、クマちゃんクマちゃんって言ったら怖くないか、ショーもやっていて、で最後はねちょっと呪術廻戦のこのはいご飯を食べました。さていかがだったでしょうか。少しずつね気候も秋に変わってきて、またいろんなコーデをしてお出かけしたいなと思っております。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。